こんにちは。税理士川みなみの YouTube へようこそ。オンラインサロンを運営している自営業専門の税理士川みなみです。本日の動画もよろしくお願いします。本日の動画の内容はこちらです。仕事とプライベート、経費の上げ方についてです。で、携帯代、なんかプライベートも使ってるし、仕事も使ってるのに経費で上げれるのって疑問を持ってる方いるかと思うんです。それについて今日は動画で紹介したいと思います。目次です。どんな人が該当するの？こう該当する科目、こういうものがあるよっていうのを紹介します。その次にルールについて、そして最後に帳簿の入力方法について順番に説明していきたいと思いますので、本日の動画もよろしくお願いします。では仕事とプライベートの経費の上げ方について解説していきます。やはりね、自営業の方ってやはり携帯代とかね、プライベートと仕事でも両方使ってるんだけど経費に上げたいっていうもの出てくると思うんですよ。じゃあどんな人がそういうことに該当するかというと、多いのはこちらです。自宅兼事務所の方です。自宅で事務所を一緒の建物でしてる方、あとフリーランスですね。自宅で作業仕事をされることが多いという方、フリーランスの方や、こちら最近多いんですけど、自宅にサロンがあるとかね、1階の一室がサロンになってるとか、2階が住まいで1階が全部美容室になってるとかいう風な形です。自宅に作業場があるって方ですね。同じ敷地内に建物があって、そこで作業をしてるとか仕事をしてるって方でね、家事案分になることが多い科目っていうのを紹介したいと思います。この家事案分っていうのは専門用語なんですけど、先ほど言ったように携帯使ってるんだけどプライベートも仕事も両方で使うんだよねっていうものを家事案分すると言います。要は半分半分仕事とプライベートで使ってるので半分経費であげたいですよっていうことを家事案分するって専門用語で言うんですね。で、この家事案分になることが多い科目というのを今日は紹介したいと思います。例えば通信費、これは今言ったような携帯代ですね。携帯代はまさしくそうだと思います。あとはネット代です。自宅でね、仕事をされてる方はネットが仕事でも使うし、プライベートのね、ネットサーフィンでも使うしっていうことが発生するかと思います。あと水道光熱費ですね。こちらも、家事案分の対象になることが多いです。要は自宅兼仕事場となっているので、例えば電気代、水道代、ガス代というような水道光熱費もプライベートでも使うし仕事でも使うんだよねということになることが多いかと思います。あと車両関係費です。車は乗るんだけど仕事の時にも使うし、プライベートの買い物行く時も使うし、友達と遊びに行く時も使うんだよねということは、やはり車両関係費、車関連のものは経費で挙げれる部分が出てきます。車両関係にどういうものがあるかというと、まずガソリン代ですね。これね、ガソリン全部を経費にするっておかしいじゃないですか。プライベートでも車を乗るのにガソリン代を 100% 経費にあげるっていうのは無理なんですけども、でも仕事でも使うしプライベートでも乗るよねっていうことは、ガソリン代は一部経費に上げることができます。あとは車検代とか車の修理代、点検代なども車両関係になるので、こちらの方も経費に一部上げることができます。あと自宅兼事務所の方とか固定資産税などもそうなりますよね。固定資産税を払うんですけども、その一部は仕事場となっているということで、固定資産税の一部を経費として計上することが上げることができます。ということで家事案分になることが多い科目を今ねざっと紹介しました。もちろんね、これ以外にね、職業やね、皆さんの仕事の仕方によって経費に上げれるものがあるんじゃないかと思いますが、今回はこういうものが一番多いよね、代表だよねっていうものを紹介させていただきました。それでは次、この家事案分のルールってどうやって決めればいいのかってことです。これ皆さん本当質問が多いんですけど、家事案分のルールってどうやって決めればいいかというと、基本的に割合ですよね。だから 50%50% なのかとか 70%30% なのかっていうルールは、割合っていうのは自分で決めます。ですので税理士の方が決めたりとか税務署の人が決めたりとか、あなたの場合こうですよねっていうのは分からないですね。本人じゃないとどれくらいの割合で使ってるっていうのは本人じゃないとわからないので、割合っていうのは自分で決めます。半分半分かなっていう形で割合は自分で決めることになります。そこでですね、さすがにね、やっぱ適当に決めるわけにはいかないので、どうやって決めればいいかっていうと、例えば面積ですね。自宅兼事務所の場合は事務所部分が全体の建物のうちの何割くらい面積割合を占めているかということですね。例えば2割ぐらい 20% ぐらい面積占めているということでしたら、固定資産税は 80% はプライベートなんだけど 20% は経費に上げることができます。あとはガソリンなど車の場合は使用割合になります。例えばね、こう通勤で使う場合もあると思うんですよ。自宅から事務所まで通っているって方ですね、まあ距離でね、こんだけ行って帰ってするのでガソリン代を使用割合で決めるっていうのもいいかと思いますし、あとはね、休みですよね。土日はやっぱプライベートなので、ガソリン代は、ね、土日はプライベート部分のものになるかと思うので経費に上げれないと思うんです。あとね、何日休みがあるかっていうので使用割合を決める
っていう方法で割合を自分で決めてください。あとこれも大事なポイントです。要は第三者に説明ができることが大事です。例えば固定資産税だったら面積で決めましたよとか、ガソリンだったら、土日祝日休みで週5日活動してっていう、それうちのうちの半分ですとかいうふうに使用割合を決めたルール、自分なりのルールを説明できるっていうことが大事なポイントになります。なんかね、適当にね、なんとなく37かなっていうふうに決めてあって言われてしまうと印象が悪いので、やはりこういうふうに決めましたよって言って説明できることがポイントになります。一度割合を決めたら基本的には変えないでください。今年は携帯代が、ね、7対3だったのに、次の年には5対5になってるって言った、からさまになんか適当だろうこれって思われちゃうじゃないですか。なので決めたら基本的にいつも毎年携帯代は 50-50 です、5対5で半分半分ですって言ったら、自分をずっと継続していくってことになります。でもね、仕事をしていたらね、最初の方はそんなにねビジネスがねうまくいかなくって、だんだん仕事が忙しくなってきて、で電気代が増えることとか、なんか使ってるもの割合が増えるってことあるかと思うんですよ。そういう時は変えても別に大丈夫です。具体的に説明できれば OK です。最初のね起業した頃は30% と 70% だったんですけど、もう仕事で使う方が圧倒的に多くなってきたって言ったら割合は変えることは OK です。でもその変えた割合はまた継続して何年かは使うように気をつけてください。はい、それではね、貸し案分、例えば携帯代5対5の 50%50% にしたとします。そうするとじゃあ帳簿ってどうやってつければいいのって思うじゃないですか。帳簿の付け方なんですけど、方法がね、まあ3つ、3種類紹介したいと思います。まあ皆さん大体この方法で入れてる方が多いと思います。まず1つ目が割合をもう最初から計算して入力する方法です。例えばね、携帯代が5000円で 50% 経費に上げれるよっていうふうに、ね、割合に決めたとします。そうしたら5000円の2500円を通信費として入力する方法、まあ、帳簿につける方法がこれ一つ目ですね。こちらは、後でまとめて計算する方法です。これはちょっと会計ソフトを使ってる方じゃないとちょっと難しいかなと思うんですけど、会計ソフトというのはこう便利な家事案分の機能がついてまして、例えば携帯代5000円入れますよね。で次2月もまあ7000円、8000円という感じで使った金額そのままどんどんどんと入れていくんです。そして後で最後に携帯代トータル1年分をじゃあ半々にしますって言って半分にしてくれる仕分けをこっちが指示するんですけど、そういう風に後でまとめてざっと割れる方法があります。なので会計ソフトを使っている方は使っている実際の金額を入力していって、後で何対何なのかっていうのを決算の時に決めてざっと割ればいいと思います。手書きの、ね、帳簿をしてるとかね、手でしてる方は、割合をね先に計算して、まあ、レシートとか明細書にメモをしていくといいかと思います。例えば携帯で先ほど言ったように5000円だったら半分ってなったら2500円を入れましたよということで2500円ってメモを書いて、まあ、50% っていう風にしておくと後で見返しても分かりますし、いやそっかそっかもう割ってあるよね、ね、入力したよねっていうのが分かるかと思います。こっちでね後でまとめてやる方か、この割合を計算して入力したのかっていうのを忘れてしまいますと、どっちでやったっけってなりますので、そこはね、ルールを決めてどっちかの方法を一つ選択してください。あと一つです。年1回入力する方法です。少額の場合なんですけど、そういう年1回入力する方法でもいいんじゃないかなと思います。例えばね、毎月150円ぐらいのものでしたら、もう150円かける12ヶ月分していただいて、12月末の日付で、まあ、なんとか費、まあ、ザッピーっていう形でしていただいて、経費を入力、一括してね、言い上げるっていうのもいいんじゃないでしょうか。毎月ね確実に出るものとか金額大きいものはね年1回入力する方っていうのはちょっと NG かなと思うんですけど、年1回少額のものとかっていう場合は年1回12月末で一括して入力してもまあいいんじゃないかなと思います。その代わり、どんな経費だったのか、ね、入力するだけで終わりっていうだったら証拠が残りませんので、まあ、レシートや明細書、何か証拠に残るようなものはちゃんと証拠として取っておいてください。なので帳簿の付け方としてはどれか3つありますよっていうのを紹介させていただきました。こちらもねルールは統一してください。この年は年1回で入力したのに次の年には毎月使用割合で入れてるとか、使うたんびに入力されてるとか、あとねこの年はね後でまとめて計算する方法を取ったのに次の年にはね割合計算して入れてるってなるともうごちゃごちゃになってしまいますので、まあ、どれを使うかっていうのはトータルしてね共通してルールとして使っていってほしいと思います。はい、そしてまとめです。やはりね仕事とプライベートは分けて経費に上げる必要があります。携帯代とか水道光熱費代、仕事とプライベート分の経費は分けるかの必要性がありますので、そういう風にするんだっていうことを頭に入れておいてください。そしてね例えばですけどガソリン代 100% 上げてるとか、車が2台あって1台が仕事用、完全にこっちがプライベート用という場合は仕事用の車は 100% 上げていただいて大丈夫なんですけど、例えば携帯は
は両方使ってる、車もプライベートと仕事両方で使ってるっていうようなものは 100% 上げたら税務調査の場合でこれ 100% なわけないですよねって指摘をされますので、必ずこの仕事とプライベート一緒に使っているものは経費として上げれるんですけど、 100% 上げるっていうのは無理ですので、そちらの方ご了承ください。その代わりね、全く上げないと今度は経費に上げることができないので、こっちがね損することになりますので、きちんと上げれる経費は上げた方がお得かと思います。本日はね、家事安分の仕方について紹介させていただきました。営業の方のねお金のねプライベートと仕事の分け方ってやっぱごちゃごちゃってなりがちなので、こういう動画役に立つのじゃないかなと思って、質問も多い項目なので紹介させていただきました。お役に立つと幸いです。はい、それでは本日の動画は以上になって、私はオンラインサロンを運営してまして、税理士川南の会議室ということで月額制の完全会員制、顧問料に比べたら圧倒的に安い値段で税理士をオンライン上に味方につけることができます。質問や相談もできますし、税理士ならではの、ね、情報も早く入りますので、興味ある方はぜひ、ね、URL 概要欄の URL に貼っておきますので、クリックして興味のある方はぜひぜひ覗いてみてください。入会お待ちしております。はい、それではチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。高評価のグッドボタンやコメントや感想をいただけるとすごく励みになりますので、よろしくお願いします。はい、それでは本日の動画もありがとうございました。最後まで見てくださった方、いつも本当にありがとうございます。ではまたの動画でお会いしましょう。そろそろ確定申告時期が来ますので、確定申告の動画の方どんどん出していきたいと思いますので、ぜひ参考にして、今年の確定申告こそスムーズに、もしくは早くに手を離して本業に専念できると皆さんいいなと思いますので、引き続き頑張って事業の方にお役に立つような動画出していきますので、今後ともよろしくお願いします。ではまたの動画でお会いしましょう。税理士川南でした。